はい、さーい。はい、さーい。はい。はい、めっちゃ雨降ってます。めっちゃ雨降ってますね。じゃあ今日はね、はい、こういう日だからこそ、はい、やろうっていう企画です。あ、なるほど。本当ですか。ドライブしましょう。ドライブ、はい、雨の日に、はい、まさかの本当はね、晴れたところ、晴れたね、うん、いい景色見せたかったんですけど、うん、晴れてるし、潮引いてるしでね、何一ついいことないんですよ。天候的だよね。そうで、じゃあスケジュール変えればいいじゃんっていうコメントあると思うんですけど、はい、変えられないんですよ。変えられない、なんせ今回レンタカーなんで、はい、もうレンタルしちゃったんでね、もうしちゃったんで、はい、で、ハイセイが普通のレンタカー、レンタカー屋さんで普通のレンタカー借りるわけないじゃないですか、はいはい、今回なんと、はい、県内唯一、はい、MT 車をレンタルすることができました。はい、なんとこの時代に MT 車をレンタルしてるツアーものがあるそうです。はあ、すごいですね。で、あ、僕持ってます免許。あ、マニュアル車ですか。マニュアルの免許。自分あれです、はい、ボーギアの免許持ってます。ボーギア。ボーギアって言うんですよ、マニュアルことね。ボーギアのたけし。ボーギアの。はい、ということで今回ね、はい、で一応我々久しぶりなんですよ。うん、まあね、ちょっとこの久々にね、このちょっとまあマニュアル車も乗って、はい、そうだね、乗りたいっていうのもあるし、やっぱ乗りたいですね、久しぶりなんで、うんうん、もう10年ぶりとかなるんですかね、やっぱ乗るのね、うん、で今のマニュアル車ってどうなってるのかっていうの気になる、うん、あ、そうですね、現在のマニュアル車、うん、ね、まあ、レンタカー屋さんがレンタルするぐらい、うん、ね、だから古い車ではないと思うんですよ、うん、確実そうですね。我々の時って結構つなぎ甘かったらもうドッタンバッタン、大沢ワーキーみたいな感じだったんですよ。もうあの教習所で、あの何やらハイドロみたいな感じになってるやつ、うん、なんかロデオ乗ってるみたいな。ああ、なるほど。ってことで借りて、あ、もう紹介していいですか。紹介しちゃいましょう。じゃあ、はい、今回用意してます。はい、はい、佐々木さん、こちらです。おっ、これはもうすごいっす。これはね、うん、軽だからといって舐めてるかもしれないですけど、はい、ただの軽自動車じゃないかと、はい、そうですね、これ思ってる人いるかもしれないけどね、はい、で紹介すると、はい、これあの鈴木のアルトですね。アルトワークス。アルトワークス。ワークスか。はい、これあれですよ、軽最速って言われてるんですよ。軽自動車最速の車。マジですか。寒いっすね。ねえ、雨降ってね。雨降って風が、あ、でもなんか若干晴れてきましたね。タケシ遅いっすね。遅いね。準備あるっつってたけど。うん。おう、兄ちゃん。いい車乗ってんじゃねえか。顔が映ってないっす。顔映ってないっす。顔映ってないっす。俺は、ナイトキッズの庄司慎吾って。顔が映ってない。下り最速はこのナイトキッズの庄司慎吾様だ。あれ、これ何ですかね、お嬢さん。お嬢さん、これ何ですかね。今、はい、今、大切にして僕も今、このたけしのセリフで思い出しました。あ、何ですか。あの、イニシャル D っていう車の漫画があるんですよ。あー、漫画の。それの敵役で出てくる、うん、あの、庄司慎吾っていう、うん、こんなロン毛じゃないですよ、おかっぱのやつがいて。あ、そう。結構、あの、汚いって使うやつなんですよ、うん、多分、そいつの真似してますね。あ、なるほど。ガムテープデスマッチっていうバカげたルールで勝負するんですよ、うん、このハンドルにガムテープぐるぐる巻いて。これ戦ってきたんですか、もしかして。まあ、ガムテープデスマッチが有利だな。うん。まあ、FF 有利だからな、ガムテープデスマッチは。好きな言葉はダブルクラッシュだ。じゃあ早速行くか。じゃあすいませんが、あの大島までよろしく。骨の悪いやつでも探してくるか。ちなみに今背中島からスタートしてます。背中島から、はい、ダウンヒルですね。背中島のダウンヒルはこの庄司慎吾のものだ。全然走りしない早く行って。シビックと違うな。じゃあゆっくり早くお願いします。あ、全然全然曲がりました。なんだこれって。シビックと違うな、これは。ピーってなったな。俺のシビックはピーってならなかったな。ちょっとマジか。マジか。今なんで？ね、まあ、ガチですとしてさ。なんだこのマークは。クレッチとブレーキ押してから、うん、あのボボ倒して、うん。あ、OKOK。OKOK。シャツ。おー、いいですね。おお。ちょっとこの辺から。カッターン動いてね、行きましょうかね。はいはいはい。おお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 お
おお、びっくりした。この車やばいっすね。今え2です。2の加速えぐい。これ今ビビったな。このワックスしかもそんなガタンならんかったね。そう、この軽く踏んだくらいで、うん、あの加速。これ化け物だろこれ。これ軽じゃないよこれ。これこれ軽じゃないよ。これ路中してるやつ多いな。背中とけ路中してるやつ。路中してるやつ多い。ちょっと路中が多いっすね。路中が多いな。はい、こんな感じ。パッと見骨のあるやつはえなそうだな。そうだ。俺についてこれそうなやつはいねえな。いねえな。ねこの車は。この車はそうですね。だから MT 車久しぶり乗ったっすけど、やっぱりなんかあれですね。感覚的になんか久しぶりな感じでインストもしたじゃないですか。うん、やっぱ長らく乗ってないとな。だ乗ったことない人ぜひ乗ってほしい、ね。そうですね。なんか見た感じつなぎやすそうかだなと思った。つなぎやすいっすね。なんか昔の車って結構シビアだったんですよ。つなぎ目とかすぐインストしたりとか。うんうん、プラスあの変なつなぎ方したらなんかガッタンになるさ。そうっすね。ガッタンとかなんかうーんっていきなり落ちたりするさ。そう。そんなのがないから、うん、すごいつなぎやすいのかな。なるほどね。チェンジです。やればチェンジですね。ドローチェンジ。これ、うん、できるかな。お嬢さん、はい、お嬢さん、やっぱね、うん、試練を与えようかなと思って。試練。紙コップ持ってきたんですよ。これ何ですか。いやもうこれはね、もう俺の大好きなイニシャルティで言う、うん、ドライビングテクニックを試すものなんですよ、はい、この紙コップ。あ、これに今何をするかというとね、あのイニシャルティの主人公って豆腐の配達してるんですよ。あ、で豆腐の配達してて、うん、でこの匠っていう主人公のお父さんが試練を課すんですよ、うん、豆腐が崩れないように、うん、紙コップを置いてこの中に水を入れてこぼさないように走れっつって。ああ、なるほど。下り坂メインの道でね。そう、下り坂メインの道で。で匠はもうドライブテクニックやばいから、うん、あの入れた水をこぼさずにドリフトしたりとかしてやっていくっていうことで、うん、もうこれお嬢さんにちょっと貸しましょう。無理だろこれ。お嬢さんだったらこれでいける。映していい。これ無理だろ。お嬢さんだったらこれでいける。俺出だしでこぼすしやん。藤原お嬢だったらいけますね。これね、大丈夫か。これはもうちょっとお嬢さん次第ですね、やっぱり。これ、え、ドリンクホルダーに置くの。これは自分が持ってきます。これ持って、やっぱお嬢さん信じてるんで、うん、やっぱあのミスったら俺に被るっていう。なるほど。ナイトファイヤー、トゥ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 、ナイトファイヤー。お師匠さん、見て見て見て。ちょうど飛びやすくなったね。ちょうど飛びやすくなって。予想はしてですけど、やっぱり無理か。匠がどんだけすごいかっていうのは分かったっすね。シートにはかかってないですからね。シートにはかかってない。俺のこのシャイニング T シャツが全部吸ってるから。シャイニング T シャツに全力でかかってますね。どっか適当にあの天ぷら食べよっか。駐車禁止ってなってます。駐車できるところで。駐車そうだね。はい、はい、大島行って、うん、天ぷら買って、はい、じゃあ晴れてきたから食べようって思った矢先、うん、降り始めちゃってますね。そうなんですよ、降り始めちゃってるんですよね。どうする、あ、とりあえずここで食べていきましょう。もう僕はたけしさんに任せます。もう食べましょう、こっちで、うん、やっぱ海見ながら食べるのがね、うん、やっぱ一番いいと思うんで、うん、雨してるけどね。食べ物はやっぱ海見ながら、うん、そうだね、海を置かずに天ぷら食べようっていう、うん、はい、自分、あの、イカとか頼むんです。でかっ、でかいっすね。え、見して。アーサの天ぷらですね。でかっ、わー、嬉しいな、これお麺だ、これ、yeah、アーサお麺いただきます。いや、でかいっすね。うん、うまっ。パリパリだね。パリパリするよ。お菓子みたいな感じ。うん、最高。最高。アーサの風味ある。うまい。うん、これがなんか分からん。うわ、はい、ドラゴンボール、ベニーもサータンだけみたい。これあれベルセルクのグリビスが胸につけてたやつ。ベヘリット。え、シンクのベヘリット。やめようするやつ、うん、いただきます。捧げると唱えれば、うん、ああ、うん、こ餅？じゃあ芋か。芋もは紅芋。あ、紅芋だ。うん、もう、晴れてきたね。晴れてきた。また晴れてきたね。あ、いいっすね。ちょうど晴れてきて、太陽も出てきてね。そろそろじゃあもう戻れますか。回数時間ですね。あ、なんか言うときさんあるんですか。なんか一応帰りはちょっと俺が運転しようか。お、ああ、お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 、
イニシャル D ってあんま見たことないんですよ、うん、はい、あー、マジっすか。でもイニシャル D って言えばこれだなと思って、うん、あ、なんか持ってきたんすか。これですよ。なにこれですよ、豆腐でしょ。豆腐豆腐店って言って、たけさんこれ、これ豆腐は豆腐でもこれ、ジーマミ豆腐なんですかこれ。あ、違うの沖縄これじゃなかったっけ。ちゃんとはヤッコ豆腐とかかなと思ったんですけど、ジーマミ豆腐って、あ、そうなの。これタレもついてるからいいかなと思って、ちょうど。あ、まあタレもついてるしね。もこぼれる危険性もないですから、どんだけ荒い運転してもらえ、これって文太がね、うん、どうだけ言おうと、そうだね、うん、そう、もう紙コップの水全部 こぼしてもこれ生き残っちゃうから、一応もうパックされてるからこれこぼれないから大丈夫、うん、どんな揺らしても、うん、これは返却して、あの、撮影終わったら我々食べましょうか。食べましょうか、ジーマミ豆腐、うん、皆さんありがとうございます。なんかこれから仕込んでくれて、いやいや、じゃあ崩さないよね、ジーマミ豆腐崩さないように帰りましょうか。ごかじゃあ僕運転で返していきます。はい、竹さんお願いします。はい、締めは、うん、おー、ナイスバック。 OK です。ストップ、ストップ。マニュアルの5発進でいこうか。5発進無理でしょ。あー、流れてる流れてる。いいっすね。バミカソ、バミカソ、大きいだな、大きい。早い。おー、来た。おー、来た。おー、もう40キロ。もう40キロ早いっすよね。1秒で30キロいったっすね。これ、ワンチャン1ギアで沖縄全部行けるんじゃない。行けるんですよ。行けると思います。実はいつもです。実はいけそう。ロッタケさん昔購入考えてたんですね、このアルトワークスっていうのね。あ、そうそう、だから試乗しに行って、うん、あの乗った時に惚れ込んだ。あ、こう走る喜びってこういうことだと思って。走る喜び、走る喜び、BMW じゃなくても大丈夫なのかな。走る喜びを知れるなって自分さんだ。走る喜びおじさんになる。走るおじ、走るおじ。はい、到着しましたね。はい、到着しました。はい、じゃ無事ね、はい、ぶつけず、はい、事故もなく、事故もなく安全に帰ってきた、帰ってきました。はい、いや、いい車でした、本当に、ね、これは、ね、うん、どんな車か乗ると、アルトワークスっていう車乗ってみた、初めて乗ったんですけど、うん、まあ、加速とか安定性とかもう全部いいっすね、ね、まあ、男のロマンが詰まったような感じ、うん、本当に。いや、いい車は、よく走りますね、馬力もあって、うん、いや本当にね、沖縄来た際にね、うん、ちょっと MT で沖縄ドライブしたいって人がいる、うん、こっちおすすめです、うん、そうですね、スカイレンタカーさん、スカイレンタカーさんで那覇空港店様で、うん、今日はそうだ ね MT 車を借りて、うん、ドライブしてみました。はい、ね、ドライブ終わったら晴れるっていうね、もう謎の、そうだね、最初がこれでやってほしかった。最初がこれで結果落ちて初心者で、うん、そのエンストとかそんな感じの撮りたかったんだけど、だからこれが高性能すぎて、うん、エンストあんましなかったですね、うん、俺だけですね、エンストしたら慣れてなかったね、やっぱり。あとから慣れましたけど、はい、ということで、じゃあ今回は、うん、はい、MT 車をレンタルして、はい、ちょっとドライブしてみました。ドライブしてみました、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ガムテープデスマッチはやめましょう。ガムテープデスマッチは危険ですので、危険ですね、やめましょう。良い子のみんなは真似しないでくれ。イニシャル D の知識は全部鵜呑みにしないことだ。安全運転を心掛けよう。そうです。溝落としもやったらダメですよ、タイヤ壊れるんで。以上です。はい。